こんばんは。歯に挟まってない何も。うん、オッケー。配信してからじゃさ遅いよね。うん、大丈夫大丈夫。なんか挟まってるかなみたいな。そのさ、歯並びがさ良すぎてさ、いろんなちょっとよっね。ごめんなさい。昨日3軒ラーメンはしごして8つまで溜まりました。おお、すごい。もう少しもう少しもう少しで10個。新宿コメお疲れさんです。行けなくてごめんなさい。いやいやよね、日にちが変わったりとかして予定が合わないとか全然あると思う。先週公演楽しかった。よかった。楽しかった。先週特別公演のメッセージカードポキちゃんだった。あ、本当。トレードしないでね。あの売らないでね。はトレードしないってありがとう。今日の今日のさ公演の話はあんまりね、みんなが見られるようになってからの方がいいかなと思って、今日全然私公演の振り返りする予定だったけど、そういえばみんな見れてないのかって思って、そう5枚書いた、5枚書いたんですよ。新宿ありがとうございました。ありがとう。新宿へ楽しかった。楽しかった。うん？待って。顔と名前一致した？もしかして。新宿へ楽しかったってことはいたってことでしょ？昨日ももしかしていた？昨日のハーチュン生誕祭もいた。なんか嬉しいんだよね、このみ配信とかに来てくれてる皆さんとの顔と名前が一致するのが。あれ、お見送り3周。そうなんです、今日ね新春公演来てくださった方、お見送り3周させていただいて、見せかみせてもらったけどポキちゃん結構書いてたのね。やっぱりそういうの手が込んじゃうというか頑張っちゃうタイプ。うん、タピストリー買いました。ありがとう。そう、成人って一生に一度だからさ、ありがとう、記念に。昨日のパーティー君ありがとうございました。ボキさんの前日の赤気眼の効果で立ち見になりました。お、聞きましたね、聞きました聞きました。お仕事で見れなかった新春公演はね、配信されてないんです。だからね、
3週とか逆に困りそう。え、でも、え、1週目とかさ、2週目とかで名前言ってもらって3週目で覚えるとかさ、やってたよ。意外とね、楽しかった。うん。まだ覚えられてません。言ってよ。僕誰々って言います。三種レアだよね。新春公演一度も当たったことない。そうなの？過去何年か何年購入してくれて当たってないのかな。2日間ありがとうございました。ありがとう。前髪切ってないよ。当たったけど行けなかった。そうだよね。そうだ、事情知ってると、そうだよね。2017、18、19、20、21、22、23、7年買ってて、って感じだね。それは結構ショックなやつだ。来年こそはだ。そう、花道、私花道いた。懐かしかったね今の。一昨年は当たった。ああ、そうなんだね。じゃあまだ3期生の新春には出会ってないのね。人それぞれなんだね。何回も当たる人もいるし。あ、そう、みんな、なんかさ、早く花江のファン呼んできてちょっとさ、あの友達いない？花江のファンの、花江のファンと友達の人いない？そう、今日はさ、ボイスメッセージ、花江のお休みボイスメッセージをさ、皆さんに聞かせたいと思うからさ、花江のファン呼んできてシンシン公演2回当たったことがあるね。これ倍率高いんだね。ポニーテールのユナチにハマりそうなんだけど、ちょっとツインテールもおろしもハマってよありがとう。ポストしようか。いや、そこまでしなくていい。聞きたくなった人みんな来ればいいよね。したら何回でも聞かせてあげますです。これね、私が昨日ね、
昨日さボイスメッセージ送ってって送ったらさ、なんかどんなのか多分忘れてて、本人は言った本人は忘れてて、おやすみって言ってくれて、えなんか違うなみたい、こういう感じだったんだよって言って言ってテイク2してもらったけど、なんかそうじゃなくてみたいな、私がさ監督してさ再現度高めてったから、テイク3までやってもらったからテイク3の結果を聞いてほしい。そう、撮り直しまでしてくれちゃって、まず花江今何してる、昨日のお休みってやつボイスメッセージで送ってって送ったんです、 LINE で。したらおにぎり食べてたって返ってきまして、その後ね、はい行きますよ、しおやすみ、こんな感じだったって来たから、違う語尾が跳ねてたって、私がね何度も言うわけですよ。でテイク2って言って、もう一回いきます、これテイク2です、おやすみ、ちょっと待って、で3テイク3ね、いくよ、おやすみこれかわいいっしょ、すごいかわいいでしょこれですこの3個テイク3がですね、私的に素晴らしいお休みだと思ってまして、皆さんいい眠りについてください。そう可愛いんだよ、おやすみって可愛いんだけど、そうじゃなくてみたいな、テイク3までやっていただきました、イエーイ。可愛いでしょ、私このテイク3と送ってもらうのに見本をさ送ったからね、何やってんのって思ったけど、自分でおやすみって言ってこんな感じだったって送ったら可愛い、えこんな言い方してたのうちって言って、素晴らしいのが返ってきました、可愛いでしょちゃんとね、ちゃんと花江にこれショールームで流していいって聞いたら、いいよって言ってもらったので許可取りました。あ、よく眠れそうです。よかったです。あ、そっちの見本いきますよ。おやすみ。これ私これ私がやったやつです。あざとーい、
そうだよね、ここに来てくれてるみんなはゆうなのお休みが聞きたいの。そりゃそうか。でもさ、そういうタイプじゃないじゃん。なんでさ、みんなさ、あの花江の時は可愛い、これは監督ありがとうとかさ、ふういい眠りにつけますとか、なんかさ、ゆうなのさ、ちょいちょいさ、わらわらわらがさ入ってんだけど、ちょいちょいなんかそ、まああ可愛いとかさ、ええー、やんとか、これでゆっくり眠れそうとかあるよ。でもさ、そうわらわらわらみたいな、失礼なんだけど。いいでしょ、いいでしょうよ。とてもいいよ。わざわざカッコ棒って、初めてだよ人にお休みボイス送るのだって。花江ありがとうつって、これあれだからね。あ、今日私55分に終わりにします。なんかさ、あのさ、NGT48 の公式 TikTok のさ、ユーハが、なんか電話みたいな設定でさ、ユーハの、今すぐ会いたいみたいな、やつ見ました?だいぶ前なんだけどさ、覚えてるかな。そういうなんか動画があって、それ私たちも送ったんです、スタッフさんに。ユーハがユーハの動画が出た後に、私たちも一応ね、どうなるかわからないけど、ボイスメッセージ、恥ずかしいよ一人でさ。今すぐ会いたい。で、一人で超恥ずかしかったけどさ、頑張ってさ撮って送ったんだけど、未だに使われない。結構違うよ、私全くもってふざけてない、真面目にやったんだよ。今日はティッシュ着替えて申し訳ありませんでした。覚えようとしてんのに。そうそうなんで、全然問題ないですけど、3周回れるっていうから、そりゃね、着替えたいと思うんだけどさ、私さ、1周目でよし覚えるぞと思って名前覚えて、2周目、ん、今の方だよね、服装違くない、あれ、あー、手に持ってる、着替えてる。なんか脳みそがすごいあれだだだってなっちゃった。私も瞬時に判断できなかった。待って。
って違う、ボツとか不採用とか却下とかいうのは違う、違うんだよ。多分ユーハのやつを一番最初にユーハだけ撮ってで動画を出したの、なし出して、それが多分結構好評だったの、 NGT のファンの方に。だから他のメン、多分コメント欄とかも他のメンバーもお願いしますみたいな、他の3期生もお願いしますみたいなコメント欄になってて、それでその後ユーハのが出た後に私たちも撮ったのよ。そうだから別にユーハのが採用されて私たち他の3期生が却下されたとかではなくてまず出なかったっていう。あの別動画上がってない人もおる。私もういいんですけど別にね。そうなんです、実はあの別動画出てない私です。こんばんは。17日の公演でユナさんへの気持ちがめっちゃ強くなりました、ありがとうございます。泣いてたからかな。そう、力説。待っててくれてんの、嬉しい。あの別動画もう出ないね、全然上手に踊れなかったからいいんですけど。今日誕生日、ふー来たー、楽しい楽しいハッピーバースデーが来ました。お誕生日おめでとう。何歳？何歳？はい、言って。何歳？何の数字？56歳。おお、なんか6多くない？最近五郎さんだね。おめでとう。6が好きなんだね。なんで？思った人いた、五郎の五郎さんだ。なんでなんで？なんでって言われても。この呪文が怖くてさ。
なんかちょっと待って、え、だよね、孤独のグルメ好き？孤独のグルメが好きだから五郎。16日娘の誕生日だったけど、え、おめでとう。16日か、5日も前だ。来て来て言ってくれたらよかった。このこのグルメ五郎さん出てくるからそうかなって思ったんだけど、うんうん、ねえごめん困らせて。いのがしら、ふう、素敵な一年にしてね、おめでとう。何？やった、普通のポケに戻った。いや普通の、あ、ちょっとゴム隠しが、ゴム隠し出てきた。自分の誕生日の日このルーム来ますね。そう言ってくれる人最近増えたよね。お名前呼べたらいいんだけどね、お誕生日とか。誕生日のようできましたとか増えたね。ねえ、実は先月申告し忘れました。もしかしてさ、私がさ配信してない時とかじゃない？そしたら申し訳なさすぎるんだけど。どこかでささやく。今年もこっそり黙ってるつもり。なんで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 、いいじゃん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 、いいじゃん、言ってくれたっていいじゃん。でもだってさ、私さそんなさごめんだけどさ、こんななんかいっぱい誕生日お祝いしてると誰が何歳だったかなんて覚えてないな実は。申し訳ないんだけど、そう言ってもらう、すごいたくさんさ、あのさ尋問してさ、みんなにさ勇気を出してもらってさ、年齢を公開してもらっちゃって、それをいじってるというか、おも面白くさ笑ってるけどさ、全く覚えてないんだよね。何歳なのところでみんな今。
だからいいじゃん、だから別にいいじゃん言ってくれたって。なんかね、メンバーと同い年とかさ、同い年じゃない、同じ誕生日とかさ、周年が誕生日とかだとやっぱちょっと覚えやすいっていうか、覚えちゃうの、勝手に脳みそがね。あ、みんな今年言ってくれる、あははは。そうだからね、あのね、サバ読んでもね、わかんないんだよ。そう、いいね。まあ年に一度のお祝いですからね。一番目の人のちょうど倍です。二番目ですもんね、私今日ゆあちゃんと同じ誕生日。そうだね、確かにそうだわ。ゆあちゃんもおめでとう。何歳？13歳？14歳？14？14 か。アンナ今何歳だっけ？16歳か。あ、ねえ、なんか5歳ぐらいの感じだけど、アンナとか16か。5歳な感じなんですよ、ずっと。私の中でアンナってずっと5歳なんですよね。その時の印象が強いからなんだと思うけど。いや、さっきさ、こうメールを書きながらさ、メールを書いて、あ、ショールームしなきゃな、明日何時に配信しようかなとかって考えててさ、マリナさんのショールームを拝見してたんです。
なんかさ泣きそうになっちゃう。見てた方いらっしゃるかね。なんか結構相談ルームみたいになってた。そう、泣くよ。見えるのはプキちゃんだっけ。嘘だ、さっき見たよ。マリナさんのルームにいらっしゃった気がするよ。気のせいかもしれないけど、いらっしゃった気もするぞ。監視してんじゃない。違うよ。そうだね、監視してるとか言う、もうなんだよ。悩み相談、ね、でもさ私さ、お悩み相談してあげたいよ。もちろんね、みんなが悩んでるならさ、私が解決できるなら してあげたいんだけどさ、私こう見えて結構ネガティブだからさ、一緒に落ち込んじゃう可能性出てくる。一緒に、え、そんなん辛すぎるよ、ええね、一緒に落ち込んじゃうかもしれない。人間ってさあ、難しいよね。人間って難しいよねってさ、すごい深いところまで行ってるけどさ、あのさ、なんで楽しいとか嬉しいとか優しいとかの感情だけじゃなくてさ、怒りとか悲しみとか憎しみとかさ、恨みとかさがさあるの？私それいらないと思う。まあまあさ、その感情がなかったらさ、
淡々と暮らして楽しくないのかもしれないけどね、逆にね。でもまあそもそも楽しいとか嬉しいとかの感情しかないなら楽しくないって感情もないのかしら。嬉しい、楽しい、ビタミン C。 いろいろあるよね、生きてたら。だから困っちゃう。負の感情があるからこそ喜びや幸せを感じられるんじゃない？確かにね。待って、そういえばお医者様いるんだった、ここのルーム。その頭いい人たちの人たちの前でさ、私さ、なんで人間ってとかね。難しいんだよ、難しいんだよね。そう、逆に相談させてよみんな。私どうしたらいいんだろう。怖い怖い、そんな。どうしたらいいんだろう。怖すぎ、急に。どうしたらいいんだろうね。え、そんな、なんかそんな心配しないで。やめて。そんなね、いや、やめてください、やめてください。やだ。どうした、どうした、なんだどうしたになっちゃったよ。違う、大丈夫、全然大丈夫。剣道やってどうしたらいいや。確かにね、そうだよね。相鬱みたいで怖い。やめてやめて、そんな、ね、お医者さんだよね多分。そうだ、お医者さんからさ、相鬱みたいって言わない言わない、やめて。そがちな方になっちゃうから。なんかさ、今日さ、まつげ作りすぎてさ、上まつげと下まつげがくっついてさ、ピキってなる。この目の間にここにまつげの線が一本できる。なんかね、最近ね、言うこと聞かないまつげ出てきてんの。 こっちだよって、あなたのこの、これはこっち側のまつげだよって言ってんのにさ、頑張ってこう行こうとすんだよ。やめてよねってね。
教育してるんです、まつげに。これが上に行っちゃうし、いつも聞いてくれてる？なんだなんだ、何がだ。あ、そう、いつも言うこと聞いてくれてんの、まつげ。でもさ、なんだろう、最近こうなっちゃうんだよ。52分ありがとう。早いね、時間だね。時間だね。それでは最後にこちらをプレゼント私のお手本を聞いてからね。あ、花絵の先聞く？じゃあ花絵のを先に。3、2、1。あ、ごめんなさい、音出してなかった。もう一回。3、2、1。おやすみ。あざす。次、ポキの、せーの。3、2、1。おやすみ。おおおお。キモい。イエーイ。では壇上を見ます。13よこりんさん、ありがとうございます。12ガーガーさん、ありがとうございます。11ハマッピさん、ありがとうございます。10位片山さん、ありがとうございます。9位ひろいちさん、ありがとうございます。8位かずじさん、ありがとうございます。7位まこいもさん、ありがとうございます。6位ひよりげたさん、ありがとうございます。5位きっともえラインさん、さんサンデー、ありがとうございます。4位カジュポンさん、ありがとうございます。3位トマオさん、ありがとうございます。2位トンカツさん、ありがとうございます。1位 T シャツ着替えて怒られた秋文さん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。バイバイ。ごきげんよう。おやすみ。でバイバーイ。